よし行くぞ。来たー。今夜楽しみましょう。ありがとうございます。青汁さんが世間からお金配り出世するぐらいだったら竹之内にお金返せとか言われてますけど、青汁さんの笑顔を見れたらそれで十分です。よっしゃー。新時代キャンディーレベチ。歌舞伎町最大規模風林会館に今日構えるホストクラブキャンディー。数々のカリスマホストを生み出したこの地に再びあの男が帰ってきた。営業初日、すでに予約も終わり、店内も臨戦態勢。決戦の地キャンディーにてついに聖戦が始まる。現在放送中の日曜劇場海に眠るダイヤモンドのロケ地にもなり、一流の内装を誇るこの店で最後にして最高のパフォーマンスを行う。フルサポートを行うキラオプロデューサーからもこの7日間にかける思いが伝わってくる。感謝感謝感謝。行きましょう。早々にお客様が来店しており、一択一択感謝を込めて接客。キャンディー側のサポートも手厚く、歌舞伎町でも最上級の接客が行われる。そしてシャンパンのオーダーが次々と入っていき、本日、2024年青汁劇場一発目のシャンパンありがとうございます。初日からシャンパンコール連発。圧倒的スピード感で行われる高額行為、狙い撃ち。初日からすごいですね。初日からでもイベントだから盛り上げるっていうよりはもう別に毎日盛り上がってるんで、キャンディーはそこの本当に感謝を伝えつつ、いつも通り頑張り、それだけです。イエイ、山田春馬です。マジで楽しい。ギルソンよ。マジでどっちも大好き。あーマジで、みんな盛り上げろよ。そしてこの男も吠える。ありがとうございます。こんなすごい人がね、こうやって来てくれて、1週間だろうがね、キャンディー1回こうやって来てくれたら俺らのマジでファミリーなんで、絶対盛り上げましょう。マジでとりあえずみんなでキャンディー盛り上げてこうぜ。よいちい。キャストやその姫からも歓迎され、改めてエチルがキャンディーの仲間になった実感が湧くコールだった。さらに勢いの止まらないコール祭り。そしてキャンディーのレアキャラ広志卓では、2021年11月25日ぶりです。ああ本当に3年前に来てくれて、その時は未成年で飲めなかったんで、思い出した。ありがたいなと思ったら、いつまにかすごいなんか有名なインフルエンサーになって、モデルに雑誌に出るようになって。いや本当に次出ますか。次のセラーのインフルエンサーとして頑張ってください。ありがとうございます。あの今日からね、1週間僕、基本的に毎日しますんで、1週間一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。営業の終盤、初日の締めに特大コールが巻き起こる。驚愕の1000万オーダー。Yeah.
イベント初日ということで、チケアコール、皆さん、お見せいただきありがとうございます。ただ、これから話すのは、長いところなんですけど、今度頑張ってください。僕らがもっと声出して姫様の笑顔をつけていこうぜ。イタキユータ最高優勝。いきます。いきます。今日のねフィナーレしっかり飾っていただきありがとうございます。姫ありがとうございます。ご挨拶遅れましたけども、キャンディーで、最高責任者やってますケント申します。普通これだけのね金額を使えば当然思い入れと熱いマイクになるんですけど、それがさらっとしたマイク、いやかっこいいなっていう風にやっぱり思いました。歌舞伎町ってやっぱり夢あるなって。素敵な開幕、キラーコールありがとう。よいしょ。見事初日はグループ内ナンバーワンの売り上げとなり、フルスロットルでのスタート。営業2日目、頼もしい助っ人が登場。おいすおいす春木海、ポジティブスーパースター。数々の事業を手掛けるスーパーポジティブ実業家。 SNS 活動にも注力しており、現在の SNS 総フォロワー数は200万人を超える。青汁劇場ではヘルプとして三崎越郎を全面バックアップ。源氏名は春木海汁。すごいカメラ向いてるけど、どういうテンションなのか分かんないんだけど、春木海が役に立つのかな。いや役に立ちすぎるから呼んだんでしょ。6日間も接客してきてよ。雑だな雑すぎるでしょ。もうお客さん来てるでしょ。8時行かないと。確かに何こんなとこ座ってない。行ってこい。よし行くぞ。行ってこい。まあね、やれるときはやる男なんで、ツンデレのね、天の弱なんで、ちょっとね、そういう素振りを出しただけで。たくさんヘルプ呼んでます。早いな。今で喜んで。はい、はい、いただきます。ポジティブ接客でエチルをサポート。乾杯しましょう。まだ早い。早い、早い。練習しないといけない。あ、おじゃん。イケメンだ。ヘルプ行きました。ヘルプ、ヘルプで。今日はヘルプ来たよ。サキト、覇者の城、トップダンディで圧倒的な人気を誇り、月間売上5100万オーバー、年間売上1億5000万オーバーの功績を成し、超一流を知るカリスマホスト。インフルエンサーとしても活躍しており、その人気はとどまることを知らない。現在は自身が手掛けるホストクラブエスピダにてプロデューサーを行っている。今回は源氏名咲汁として三崎越汁を全面バックアップ。東京シーチーでシーチーが仕切るスマイルスマッシュでございます。シャンパン取りますね。早速シャンパンにコメントします。2年ぶりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵な夜を過ごしましょう。いいよ。3、2、1。はい、もうちょっと声張っていこうか。行きましょうか。次からこうアドバイス。もう5年目なんで。ヘルプにもね、ヘルプにもプラスを。何やってんだ。やっぱ満足満足。指示を。いいよ。何やかんややってるうちにシャンパン行こう。エチルタクからキャストタクまで総出でファイナルを盛り上げる。はい、皆さん、まずは素敵なお客さんありがとうございます。はい、最高にシャンパンありがとうございます。はい、そしてこれで上に来ていただいた会社本当にありがとうございます。2日目始まるってことで受ける頑張らせてください。頑張りましょう。頑張りましょう。いこう。よろしくお願いします。ありがとうございました。いこう。オリシャンもう10本追加。はい、
尾プロデューサーも感謝を込めてシャンパンを開ける。ホットができることなんだ。ホットができることなんだ。ホットができることなんなんだよ。酒を飲むことだろうが。はい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 。それは強いよ、はい、はい、はい、それは強いよ。青汁劇場解禁ショー、よいしょ、よいしょ、一斉見ましょう、はい、青汁、はい、一緒にしょう、はい、まだまだ欲しくて、エビバディ、イエッサー、エビバディ、イエッサー、もっとかなって、エビバディ、イエッサー、わしも、はい、ゴール好きで、はい、欲しくて、こんなもんやな、ゴールでしたよ、青汁さんが世間からお金配りするぐらいだったら竹野内にお金返せとか言われてますけど、青汁さんの笑顔を見れたらそれで十分です。2日目も強豪揃いのグループダンディ全体のナンバーワン。アレンさんお疲れ様です。もうえぐいですね。あと4日間ですね。あと4日間、ちょっと怖いですね。はい、ステージを盛り上げたいと思います。イベントの中を下ろされてさすがだなって思って。そうですね、まあ自分も頑張りたいところはあるんで、まあ来月ちょっとバースデーなんですけど狙いたいなと。はい、はい、こう手振ってる時の感じ。はい、全力で振ってました。はい、いやもう誰よりもやっぱ腕のキレいいっすね、僕。はい、めっちゃキレキレっす。なんかやっぱ、はい、向いてますね。やっぱ多分音感あるんで、盛り上げるの得意だし、人の笑顔にするのも上手だし、こうやってリズムに乗るのとか多分向いてるかなと思います。結構自信ありますね。営業3日目、中休みを挟みキャストも気合十分の様子。いかがですか調子は。いやもう5年やってたら、はい、このペース配分分かってきて、1日目もみんなに二日酔いにならないんですかって言われたんですけど、全くならずに最高の状態でこれ迎えてますね。あれなんか自分に二日酔いみたいな。ああ、はい、まあね、自分には酔ってます。はい、酒には酔ってない。で今日は逆に相手をこう酔わせようかな。酒じゃなく魅力で。そんな姫と出会いたいです。君待ってるよ。今日も素敵な姫とたくさん乾杯できるの楽しみにしてます。お疲れ様です。ケンさんすいません、はい、携帯をなくされたということで。いやもう全然 iPad でペペペって。でも動画撮ると結構画質悪くてただあなたと一緒に二人って、はい、うん、飲みたいな。で外で気絶しちゃって、そのジンギスカンで寝て起きたら携帯ないみたいな。とりあえず iPad でどうにかして営業開始。名古屋に行くとパッと食べて、名古屋に行くと食べて、名古屋に行くと食べて、名古屋に行くと食べて、アイス様エンリケ姫。おーおーおー、ありがとうございます。有名な子なんですけど。確かに。誰すんの。センスがいい。俺友達だったんですよ。過去でしょ。友達だった。そう、大変な時に何かあったら言ってねって先に連絡してたの。確かに連絡くれたわ。何か今あるのに。
よしたおーマジかじゃあヘルプはい開けてもらっていいかないいヘルプあのちょっと声出してあげないとちょっとサラさんミニよいしょみたいなよいしょこの日もいろいろあった中、とてつもない怪物が動き始めていた。次回、このタワーの姫は誰だ。各界の大物が次々と来店。最終日まで戦い抜いた先にあるものとは。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。